しみ。久しぶりだ。久しぶりだ。久しぶりだ。オニオン。だ肉も大盛りにしたかったね。うん、そうだ。でも大丈夫。半分キャベツ食べに来てるところあるじゃん。そうだね。よし、お酒はかかってんだ。すみません。はい、どうも。あ、おいしい。電車の中みたいじゃん、なんか、ハリーポッター見たことある、ちゃんと。ハリーポッターちゃんと見たことある。一番最初さ、あの階段のところの倉庫みたいなのも入れられてんじゃん。あー、家のね、かわいそうだよね、あれね。ひどいよね。白雪姫みたいなね。そう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 、召使いみたいな、ね、そうそうそう感じでちょっと使われて。どうしよう、明日からいないんだ、暇だな。暇だなと思ってる。17かかる。でも17寝て18かってことか。一泊は家にいるんだね。そう、どこ行くの、その18から。どこか分かんない。あれ、キャンプとかではないんだっけ。普通にキャンプとかではなく普通にだっけ。ほんの、もうなんかあんまりさ、私子供生まれてから基本泊まりの仕事してないじゃん、うん、泊まりってどんなんだっけっていう感覚すらちょっと忘れちゃったよね。家族で泊まりの旅行してるのと一緒で、それは違うじゃん。なんか家族で旅行すると忙しいじゃん。なんかこうやりたいこととやりかがいっぱいあるからさ。でも仕事で行くと別になんかやることはないじゃん。やることない。どうしてだっけ。多分ホテルでテレビ見て、うん、まあ外食っていうかさ、その土地のご飯行って、私はだいたい新宮さんとか来るからさ、じゃあねっつってさ、部屋入ってテレビ見て寝るかって感じだよね、うん、コンビニ寄ってっつってね。そうだね、まあ、お酒飲む人はそこでテレビ見ながらとか、部屋で一人でなんかネットフリックスを見ながらとか。あ、そっか、ネットフリックスを手に入れてから泊まりの仕事したことないんだ。私暇じゃないね、時間は潰せるね。そう、まあ、潰せるけど、まあそうだね、暇だけど、まあ、本当になんかこう飲み歩かないからさ、うん、だから、まあ、帰った方がいいよ。本当さ、その例えば今日大阪仕事で明日名古屋で仕事だったらさ、絶対1時間じゃん。なんだったら大阪で次の日大阪でも帰りたいもんね。別の仕事で連日大阪だったらみんな泊まるけど、うんうん、帰るもん。だからさ、ちょっと頭おかしい人と思われてるよね。いやいや、絶対だってね、会いたいんでしょ。家の方がさ落ち着くんじゃなくて会いたいんでしょ、うん、顔見て寝たいんでしょ。やだやだ、愛されちゃってやだ。何言ってないけど。それ以外ないでしょ、だってん？要はさ、いつも使ってる枕とさ、布団とさの前にまず「ただいま」って言って、ミッシャの顔見て
夜中ダラダラ喋って俺明日早いんだよ寝なきゃって言って寝るっていうやつやりたいんでしょね、それを求めちゃってるもんね、もうね。いや、だとしてもさ、なんとかしてさ、最終で帰ってきてさ、さ、うん、寝てる時あるじゃん。ある。で、その次の日さ、会えるかなと思ってもさ、うん、俺の方が先出てさ、寝てる時あるじゃん。すごい朝早くてね、うん、夜遅く帰ってきて朝早く出るにもかかわらず帰ってくるっていうね、うん、そうなんだよな。でも本当にちょっと夜遅すぎんだよな、それはそれで。いや、しょうがない。次の日だ、本当にだから、うん、かだから寝顔 見たい、寝顔でもいいから見たいんでしょね、家の匂い嗅ぎたいんでしょ。一回こう家に入ったらこうはぁってなるよね。なる。分かって、落ち着くよね。そうそう、はぁ帰ってきた、うん、半分だもんね、ホテルだとちょっとこう。そうだね、ちょっとなんかどっか気張ってる感じあるよね。落ち着かないしね、うん、あのさ、ホテルはさ、足元までピッて入れてるの嫌じゃない。ああ嫌だ。あれ嫌だよね、一番最初に出す。一番最初に出す。出さない。出さないでそのまま寝る。出さないで寝るけど足でこうやってちょっとずつゆとりを。で私も一番最初にクッて引っ張ってた、全部ここまでかぶりたいのにさ、こうやってここまでしょ、ここまで。お風呂の湯溜めてこうさ、うん、やったりとかしてた。お湯溜めて入る神経。あ、やってたやってた、乾燥しないように。やってた。でもあのポットとかもさ、うん、沸かしてさ、バーって、うん、出したままにしたりとかさ、うん、バスタオル濡らしたりとか。バスタオルを濡らして干しとか、干したりとか、枕元干したりとか。効果あるのあれ。いや、あるよ、だって乾いてるもんさ。カピカピだもんね。カピカピ、あれどうにもうちょっとどうにかならないもんかね。でも湿気、まあでも今はもうカビちゃうんだろうね。空気清浄機とかさ、あの空気清浄機の風もなんかまた乾燥する気がしない。加湿空気清浄機でもさ、なんかみたいな。すごい文句言うじゃん聞くからさ、うん、まあでもあんまりこう、そうだね、やっぱだから 帰った方が、うん、落ち着く。あ、落ち着くね、俺はね、うん、私も落ち着く。だお酒飲む人でご当地のもの食べてさ、地元の美味しいとされてるところさ行ってさ、確かにね、でもう酔っ払って勢いで寝て、で次ってなったらさ、もう別にいい時間じゃん、うん、それがないからな。ないよね。ご当地のものは一応食べに行くよ、泊まったら。なんか行かないのもかわいそうかなと思って。私マネージャーさん一緒、いやマネージャーさんが一緒じゃん、その。あ、行きたいだろうなって。あ、そう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 、なんかかわいそうじゃん、なんか。いや、逆に一人で行きたいかもしれない。あ、でも行かない時あるじゃん。行かない時っていうか、もうほんとささっと食べて、もういいねっつって、じゃあねっつってホテルバイバイって言ったら、夜な夜な新宮さん一人で飲みに行きました、で地方で言ってる時あって、でもなんかすごい癖が強くて、なんかすごいオーダーの仕方が変なところだったんですよ。でもすごい有名らしくて、うん、面白かったです。その場合はジムに行ったりするからね、地方の。え？地方の何？路面店っていうか。路面店？ほら、エニタイムフィットネスでさ、全国の、うん。ああ、いやだってホテル自体にジムついてる。ついてるとこもあるし。え、でも結構いいホテルじゃない？そう、日本で言ったら。まあでもエニタイムだいたいタクシーで15分。15分って15分圏内だったら行く、行ったりとか。そう、歩いていかないんだ。歩いていかないね。で車で15分田舎だったらだいぶ遠いもんね。とか、まあそうだね、あとも、まあなかったら走ったりとかさ、すごいね、すごいよね、全くそういうチャンスだから。それ空き時間はチャンス。地方のその泊まって、なんか同じ5キロ10キロでもさ、こう慣れ一
親しいんだ、こう秋がある景色よりさ。確かに新鮮な、だってね、海外でも走るじゃん。私あれ海外とかその新しい日本でも知らないところ走るってなったら多分結構狭い範囲をぐるぐるしちゃうと思う。いやでもそれでも新鮮な景色じゃん。なんか戻ってこれるかなっていうので不安で、なんか気が気じゃないままってなんか疲れたってなりそう。アフリカのところとかでも走ったしさ。アフリカでも、それはなんか一緒に行ったスタッフと一緒に、うん、僕も走りますよっつって、みんなで走りましょうよっつってみんなで走った。すごい、でもいいスタッフだね。そう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 、気持ちいいっすねとかっつって、そうそう、一人なんかあれじゃないの、なんか普段運動してないおじさんみたいなのがついてきてさ辛そうにしてなかった。でもなんか楽しかったよ、それはそれで、あれいいよね、そのさ、すごいトレーニングしてるけどさ、その僕もじゃあ一緒に走りますかっていうのさ、そういうのうざがる人もいるじゃん、本気でトレーニングしてる人さ。あ、来た、ありがとうございます。お分かりですか。はい、はい、分かってます。大丈夫です。はい、かけようか。いいよ、かけるよ。はい、うえうわワンモア、Thank you。 待ってね、待ってね、行くよ。はい、サンキュー。うわ、最高最高食べたかったんだ。すごい、もう終わったかな。スターが、スターが煙の中でスモークの中、うぅー、うわ、おいしそうどういうこと。嬉しいな、おいしいよね、でも熱くて。ああ、おいしそう。これだよね、久しぶりだね。久しぶりだよ。美味しいよね。ちょっと待って、猫舌だからね。嬉しい、なんか染みるわ、染み渡る。おいしい、うん、ちょっとこの端っこだけちょっとかけようかな、角あたり。こう卵をどのタイミングでいくかっていうのがね、うん、うわ、このタレが美味しいんだよな。たまんないね。うん、なんか一緒にさ、シーズンものの見たいよね。うん、全然見ないじゃん、ともちゃん。うん、一緒に見たのはウォーキングデッドの？ブラックミラー。ブラックミラーと、ビバンと、うん、あ、イテウォン、ぐらいじゃない？ね、美味しいね。美味しい。
菜多めにしてよかった、ね、うん、あ、もう潰したいの卵、うん、めちゃめちゃうまい、美味しい、近所に欲しいな、あ、このソース売ってないのかな、超うまい、うん、髪結べばいいの、食べる調節、どういうもんだろう、邪魔じゃない、はい、ありがとうございます、邪魔ほどは長くないのか、あ、美味しい、これが美味しすぎるからさ、うん、他のメニューも食べてみたいです、うん、わかる、ね、ここからもう動けないって、うん、これを食べに来てるから、うまいわ、うまい、お、味変いくの、お水ください。はい。あ、すみません。ありがとうございます。出すとこ。うん。どこ？出しも。あ、うまいね。はい。潰してないんだ、まだ潰してないうん、うん、タバコもおいしい、うまい、よし、ついに潰そう、潰すんだ、うまい、うわ、とろっとしておいしい、うん、うん、うわ、おいしいわ、ともちゃんが卵トッピングって言うまでちょっと忘れてたもんね、キャベツってうまいね、キャベツ売ってんじゃん、どれ、オニオンソース、これオニオンソースだ、オニオンソースだよ、え、買って帰るかだってこれ自体にはその味付けしてないよね、うん、うん、
キャベツ大好き。キャベツうまいね。テンション上がって食べ終わっちゃったね。美味しすぎて。うん。美味しい。ちょっと待って。暗い。今。入ってたよ、一人で。ね、なんで？自分食べ終わったら終わりじゃないんだよ。いい加減してよ、本当に。表向きはさ、あ、すまです、おはようございます。表向きは何よ。表向きはさ、暗いかもしれないけどさ、うん、もうここはもうすっごい忙しかった。何？いや、どう編集しようかなそこは、あ、もう終わっちゃったんだと思って。綺麗に食べるね。気持ちいいでしょ。ん？でもさ、最後のこのちょっとのやつとちょっとのご飯で食べたくない。いや、これもうペース配分間違ったり。違う。口の中をこれで終わらせたいの。あ、そうなんだ。うん。あ、美味しかった。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。